やっはろー、どうもこんばんは。アニメリアクション人ことマジラジオギニハマです。はい、現在ですね、7月12日水曜日の午前12時36分ですね。はい、先ほどマツコの知らない世界見終えてからですね、アップロード終えてから一応自分で残した、感想1話から12話の文を見ました。そう、死神坊ちゃんと黒目殿の2期の1話13話が始まります。で、昨日かな、もう日付で言ったら昨日ですね、録画した分に、またこう画面ね、こうチャプター分け、画面隠しながらチャプター分けたんでね、見ていきたいと思います。はい、なおですね、アニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけのわからないタイミングで広告が入ってきますんで、できれば我慢しつつ同時視聴していただくか、もしくは普通に視聴していただいた後にリアクションを確認してください。よろしくお願いします。いきます、3、2、1、スタート。ん？どういうこと？そう、シャロンが、そう、まだね、その、そう、どうやったら呪いが解けるのかね。アリスがいいのよね。お、これが新しいオープニングですね。さあ、原作者井上なんやね、カタカナで。さっき一期の1話の再投稿したんで、7話までがもう消えてもうたんでね。ビオラとロブの関係がいいのよね。ビオラめっちゃ可愛いし。そう、誰ですね、これ。あれ、今の、一応の、ホームページキャラクター表だけ出してます。え、さっきので7話6話かで出てきた、テトとペトかな。よし、よし、 A パート3、2、1、スタート。坊ちゃんとアリスと魔法のプール、トランプタワーやってるな。トランプタワー、日常を思い出すな。なんだそれやな。近いね、近いね。だから手袋越しでもあかんのよね。相変わらずエナースタートからね。どこに。わお、太もも。
期限なんて言ったっけ。あ、そうそう、春までや。そうそう、春までやね。2に反応してしまうボルターね。あ、いいね。サーカス、ジェミニ、赤フやん。あ、ザインもおるね。いつの間にサーカス入ったん？ユーゴ？ユーゴ？なんか北斗の拳の雑魚みたいな顔したぞ。たここも両思いやったね。形も面白い。そんなあったっけ。ええ顔するね。おい、ああそう。おっぱい。
ジーカプー。ジーカプー。ああ、なげ。日記かなんか破いたやつだね。シャロンね。シャロン生きてんのこれ、どっちなのな、これ。よし。ではビーバート、3、2、1、スタート。お、ビオラかな。うん、これ誰、遠山奈央さんね、ビオラは。あ、これおじい様とおばあ様なんや。ロブ、今のはカフやね、今の。ああ、そうやね。暑い。あれ、壺亀か、こんな亀あったな。そうそう。ああ、もう。猫ってこう、あ、ああ猫か、最高やな。2話かなんかであれやね、屋敷に迷い込んできた猫や。スカウト。
打たせ言うやん。うまいな。おー、カーベタン。ダーン、あのかぐや様の言い方ね。白金みゆきの言い方ね。この氷の音っていいね。ほてっちゃいました。スイートドリームス。何か分からへんのね、ほんなら。おーおー、吸い込まれた。あ、やっぱそうかなと思ったけど。触れるんじゃない？これはど全部ありっすか。ビオラ。あ、ちゃうわ、ビオラって遠山奈さんちゃうわ、勘違いしたわ。ピアノや。あれ、ビオラってこれ誰やったっけ。さあ、水瀬いのりさんや、すやごっつ勘違いしてた。
この妄想がいつか現実になる日が来てほしいね。オチかな。アリスと結婚かな。そうやね、ウェディングドレスのアリス。アリスだらけやったもんね。うん、終わった。あ、水中正明さんいたな。あの座長かな。水中正明さん。女神のカフェテラスの春日部隼人。ゴルフと謎の美少女。よっしゃい。はい、はい、まあ自分の感想を読みましたけれども、最終回が2021年9月20日午前1時21分2秒にね感想を残しております。で、まあちょっとさすがに、まあ見返しではなくて自分の感想だけなので、まあちょっとまあ難しいところではあるんですけれども、あのなんか、カフが用意した、あれ、プールって、どっかに画像載っけてないか。ちょっとわからへんな。カフは3、カフは4まで登場してんのね。うん、まあ、特にその進展することはなかったか。とりあえずカフとザインがなぜか、サーカス団員になってたと。あ、ちょっとキャストだけもう一回見させてもらおう。で、まあ、その入った理由はただただスカウトされたってことだよね。で、何があったっけ。
トランプタワーか。トランプタワー作ってたところで、やはりアリスの、まあ、渡してくれというアリスが谷間と太ももにね、トランプ挟んで、ちょっといたずらみたいなする、まあ、いつものアリス節というかね、炸裂。もうこれが見ててほっこりですね。で、その、参ってしまう。これ冒頭のこの壁ダウンはそうか、そういうことか。あ、なるほどね。冒頭の壁ダウン何か思ったら、あ、そういうことか。そうか、このアバンのここのシーン忘れてたわ。まあ、ほんで、なんかその、カフは人間か魔女どっちがええねんって言ったけども、ザインと一緒やったらどっちでもいいよっていう、いや、いい顔してたね。ほんで、おっぱいが当たっとる、G カップね。ええー、の。で、なんか、ビオラが、見てたおじい様とおばあ様、ウォルターと一緒に見てた、あの話とかもまた今後出てくるんやろか。何、おばあ様がなんて言った？ちょっと忘れましたけど、お母様を産んですぐに、おばあ様が、なんかそんなこと言うてたな。関係してくるのかな、どっかに。まあ、そして、ザインが持ってきた、スイートドリーム、その前にあれか、プールか。カフがプール入ろうぜ、言って、ファイヤーで炎って、部屋を熱くして、そんで、フラフラになって、冒頭の壁ダウンになったわけや。ちょっと完全に冒頭のシーンを忘れてました。いやー、このね、ほんまに触れそうで触れへん。まあ、触れたら死んでまうからね。なんかちょっとね、ドキドキハラハラしてしまいますね。見てるこっちとしては。まあ、ほんで、まあ、あんだけアリスはやっぱりね、坊ちゃんの妄想の世界の中に自分があんだけいっぱいいたら、そう嬉しいわな。しかも最後、花嫁姿ね。それをまた、坊ちゃんは、あられもない姿をっていうのが、ね、よかったですね。最後、スイートドリーム撫でて、星空にバーン。素晴らしかったですね。1話から。1話中か13話ですか。じゃあ、ちょっとキャスト見させてもらいます。座長やね、やっぱり。ヒューゴが石上静香さん。坊ちゃんの母、ごめんなさい。で、坊ちゃんの母が、自分のメモですけどもね、一期の最終回では、完全に反抗した坊ちゃんに対して、自分のメモでは、この辺から下しか映ってないけど、笑顔を見せた、みたいなね、ことでしたね。まあ、それからこの2期でね、終わんのかな。まあ、どっちみちね、このアニメは泣ける、最後の方泣けるとしか予想できないんで、まあ楽しみです。なんで独占配信やねん、しかし。で、これちょっと関西の人しかわからんんですけども、死神坊ちゃんと黒メイドと、なんたらのアトリエ、エルザのアトリエだっけな、なんやっけな、と、アイカチョロアングル、3番組が1枠として録画されるんで、むちゃくちゃめんどくさいんです、これキャプチャー編集とかするのが。はい、まあ、頑張っていきますんでね、毎週楽しんでいきます。まあ、2週以上コメントなしの場合はちょっと、ただ1期がな、1期は1話から7話までがもうリアクション消えてしまってるんですけども、さっき1話だけ吸収してたんで、1話だけ再録画しましたんでね、8、9、10、11、12は残ってますんで、まあやっていくかな。まあその辺も考えていきたいと思います。よかったらコメントください。コメントをください。はい、以上、死神もっちゃんと黒メイド2期1話、13話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。はい、ここからは、僕の短い自己紹介です。聞いてください。はい、自分は世界唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーやってます。普段やればできる諦めない伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスしてますけども、現在コロナの影響で約3年5ヶ月仕事が全くございません。貯金でなんとかやりくりしてます。はい、そんな僕の詳しいことは全て本業のチャンネルを見れば分かるようになってますんで、説明文から飛んでやってください。できれば高評価、チャンネル登録いただけると大変助かります。そして、深田恭子さんとね、共演している CM、この動画も URL を説明文に貼っておりますんで、ぜひ見てみてください。そして、アニメのリアクション、今日で1203日ずーっとやってますんで、再生リストはね、山ほどあります。あ、この作品もリアクションしてんねやっていうのをね、探していただくのも楽しみの一つなんじゃないかと思うんで、やってみてください。ただし、過去に2000本以上の削除がございますんで、リストはあるものの、中身がない、もしくは途中から、のものもありますんでね、ご了承のほどよろしくお願いします。以上、アニメリアク職人ことマジラジオ芸人浜田でした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、失礼します。